カボチャ。カボチャ、カボチャは、ウリカカボチャ族に属する火災の総称である。原産は、南北アメリカ大陸。主要生産地は、中国、インド、ウクライナ、アフリカ。果実を食用とし、ビタミン A、ビタミン C、ビタミン E などのビタミン類を多く含む、緑黄色野菜。日本語における呼称は、 この火災が国外からト来したことに関連するものが多い。一般にはポルトガル語由来であるとされ、通説としてカンボジアを意味するカンボジアの天下であるとされる。方言ではボーブラ、ボーボラなどの名を用いる地方もあり、これはやはりポルトガル語でカボチャやブリルを意味するアボボラに由来するとされる。他にトーナス、南京などの名もある。漢字表記、カボチャは ナングアによるもの。英名はパンプキンであると理解されている場合が少なくないが、実際には少なくとも北米ではカヒがオレンジ色の種類のみがであり、その他のカボチャ類はすべてスクウォッシュと付さ,される。従って日本のカボチャはカボチャスクウォッシュなどと呼ばれている。葉は大きく突起を持ち、う模様やレペンをつける。花は 黄色や大色であり、短命。そのため受粉に人工事故が施されることが多い。栽培されているのは、黒種かぼちゃ、西洋かぼちゃ、日本かぼちゃ、ペッポかぼちゃの五種とそれらの雑種である。栽培は日本では春に発種し夏から秋にかけて果実を収穫する。野菜の中でも特に強犬で、こぼれしから発芽することもある。栽培法は、至って簡単で、 無農薬栽培も可能。発種、植え付け後は放置しても良い。ただし、都会などで花粉の媒介を行う昆虫がいない。場合は人工事故しなければならない場合がある。人工事故は午前9時までに行う。また垣根に葉わせたり日受け代わりに使うこともできる。施肥では、窒素型の場合、るぼけを起こすことがあり、血実や果実被害しにくくなる。 陽性植物に分類されており、1日6時間以上の直射日光の当たる場所を好み、日陰での栽培では、うどんこ病などが悪化しやすくなる。また、果実にエネルギーを奪われる果実肥大期や、成熟期にもうどんこ病などがひどくなりやすい。カボチャはメソアメリカで栽培化された。1997年、栽培化が従来の推定よりも数千年早い8000から10。 零零零、前に起きたことを示す新しい証拠が出された。メソアメリカにおける他の主要な食用植物群である、トウモロコシと豆の栽培化よりも4000年早かったということになる。21世紀の遺伝子解析による考古学的な植物調査では、北米東部の民族が各々にカボチャ、ひまわり、赤座を栽培化したことが示唆されている。日本へのトライについては、 諸説あるが、日本カボチャは、天文年間、1532年から1555年に、文語国、現在の大分県に、ポルトガル人がカンボジアから持ち込み、当時の文語国の大名であった、大友義茂、創林に献上したという説が有力である。このカボチャは、創林カボチャと名付けられ、大分県などで伝統的に栽培されている。ペポシュは中国を経由してきたため、 ーナスとも呼ばれる。ビタミン A を豊富に含む。皮は、硬いが長く煮ることで柔らかくして食べることができる。さつまいもと同様にデンプンごとに変える酵素を含んでおり、貯蔵によってあるいは低温でゆっくり加熱することによって甘みが増す。従って、収穫直後よりも収穫後、約1ヶ月頃が10日のピークで食べ頃となる。保存性に優れ。 常温で数ヶ月の保存が可能な数少ない野菜で、あるが、保存が効くのは切っていない場合で、切ってか肉が空気に触れると数日で腐ってしまう。甘みの強い品種は菓子作りにも向いており、パンプキンパンや南アメリカのフランやタイのサンカやアファクトンなどのプリンなどに加工される。フランスでは、スープの材料として使われることが一般だが、南部では、パイやパンに料理される。 アルゼンチンでは中をくりぬいたカボチャにシチューを入れる。種子、パンプキンシードも食品として市販されており、ナッツとして扱われる。パンや洋菓子のトッピングとして用いられることが多い。メキシコには、カボチャの種子をすりつぶしたソースで、肉や野菜を煮込んだ、という伝統料理がある。また、種子から食用油、パンプキンシードオイルが取れる。米国では、 シナモンやクローブなどパンプキンパイに用いる香辛料とかぼちゃを使って除草したビールが生産されている。日本では北海道での生産量が多い。アイヌの人々もかぼちゃを栽培しており、北海道での栽培の歴史は古い。同じウリ科のキュウリのように未熟化を利用する品種もある。乾燥した種子はかぼちゃひとし、カニン、またはナンガニンという木薬で、 上中、海中駆除に用いられる。大型で、ハロウィンにくり抜いて、お化けの顔を作るのに使われるのも、資料用である。日本における、収穫量上位10都道府県、2016年。世界のカボチャ類、パンプキンズ、スカッシュゴーズの収穫量上位10カ国、2012年。日本の収穫量は23位で21万2000トン。 作付け面積は18位で18,200ヘクタールである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。